ここの邪気は、なんだか。西洋ナブを使い、ここの御所を立つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。西洋ナブ。無駄だ。くだらない。逃がさぬ。ひゃっ、くらえ、知れ。へっ、いえ、ひゃっ、無駄だ。えっ、はっ、いえ、かす、ここだ。無能。せ、ここだ。えっ、せ、ここだ。せ、ひゃっ、無能。いえ、ここだ。無能。くだらない。え、逃がさぬ。へっ、ここだ。へっ、せ、ひゃっ、はっ。西洋ナブ、それがお坊や者に与えられた力なのか。そういえば翔は魔物の前でだけ仮面をかぶるけど、あの達成革新天君はいつも仮面をかぶってるよな。達成革新天君、そのような名は聞いたことがないが。恥知らずの嘘つきだよ。この話はまた後で、まずは戦いに集中しよう。ここだ。無駄だ。いえ、無能。せ、せ、無能。行くぞ。遅れてたら大変なことになっていた。さっきお前たちが言っていた、オイラが説明、願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人であるショウには願いを叶、昔のリーユエには老せずして得ようと、数千年前のリーユエの民が必要だったのは自分たちの。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人、この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の、オイラまた間違っ、そうだ、あの偽仙人は近畿滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を。ふっ、愚かな。消さず、このままでは我の手に負えなくなる。近畿滅却の札を、そいつ、やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってたんだ。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。ショウが手を出せばもう二度と
仙人は名乗れないと思うぞ。いや、我が討つのは妖魔のみ。いや、殺すとは。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂、これを応用すれば他人の魂をよ。おわー、これが本当の戦法。これを行うには儀式をする必要がある。悪いが航路を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。温度を下げられるもの、あ、無氷花とかがいいんじゃないか。でも航路と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体。リーウェイの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。全てが揃い夜が来たら夜叉石像で我を待て。いや。